伊藤さん、今日はこのアタッチメント紹介します。このミシン1本でベルトループが簡単に作れるっていうやつなんで紹介したいと思います。まあこれ職業用工業用ミシンどちらでも使えて、まあ、最悪家庭用ミシンでも、まあ、ここ養生テープ、ネジ刺す場所がなくても養生テープで貼っ付けて固定すれば使用できます。はい。で、縫製条件的には何て言うんだろう、この段押さえっていうのがあるんですけど、こちら左段押さえですね。 1.5 ミリか、2ミリのものを使うと、まあ、さらに条件良くなってベルトループ作れますんで、はい、やってきます。で、使ってるのはこれ A5BS の 30ミリで布をカットすると、まあ、10ミリ幅の、ベルトループまたは紐みたいなの作れるんで、今回はその紐を作るアタッチメントなんですけど、それを応用してベルトループ作っていこうと思います。まあ、箱はちょっとごつい、こういう感じですね。はい。まあ、URL あったら貼っときますんで。はい。じゃあ、布は先ほど30ミリだったんで、これ地の目、縦地方向にこう通っています。はい。映ってるかな。で、それを30ミリに切る。じゃあ、まず適当に地の目、まっすぐ切ります。で、切ったら、30ミリなんで、まあ、これ5ミリ幅なんで真ん中が 2.5 で、これが30ミリになりますんで、それでこう切ればいいかと思います。で、一応3センチ、になってますね。はい。で、何本か切っときます。はい。で、やりました。じゃあ縫ってみようと思います。縫ってみます。これラッパに突っ込む時にはこうやって斜めにしてあげると突っ込みやすいです。で、表裏分かんなくならないように裏側を突っ込みます。四つ折りされるからです。はい。どういう感じになるかちょっと分かんない方多いと思うんで、ちょっととりあえずやっていきます。目打ち等でこう先っちょ突っ込んで、で、こうラッパーを通るとこういう風になるんで、はい、最初の何センチかは多分使い物にならないんで、それはそれで、で、こうで踏んでいく感じですね。で、このようにもう付き合わせにちょうど綺麗にこのようになります。で、これだけだとループがあれなんで、反対側ラッパ外して、こっち側段押さえそのまま使えば反対側も同じ幅でステッチができるんで、このように、で、やればこうですね。1センチ幅のベルトループ完成になります。はい。